はい、こんにちは、ジェイクモでーす。今日はですね、実はですね、何か作業するわけじゃなくて、前にですね、作ったものをですね、録画していたんですけど、ちょっと録音を失敗しまして、でですね、ちょっと、いろいろと、アテレコしようとしたんですけどね、アテレコ技術がなさすぎて、ちょっとかなりきつかったので、なので、今回この動画でですね、作ったところ、前回と前々回ですね、てか、2本分取りためてたんですけど、で、それ、前回、前々回っていうか、あれか、配信してないから、前に作ったところですね、作って録画失敗してたところ、2箇所ですね、2個施設作ったので、それの紹介にしたいと思います。ということで、本日もよろしくお願いします。はい、ではですね、まずはですね、1個目ですね。ちょっと今、下行きましょう。はい、これ。これですね、何かわかるかと、ちょっとわかる人いるかどうかわかんないですけど、これだとわかんないな。これですね、ここ。このスライムトラップですね。で、スライムトラップの、今まではここの下まで一度降りて、スライムボールをですね、取りに行かなければならないっていう風になったんですけど、それがめんどくさいので、ここから、ここの下ですね。ここの下で、処理槽から、処理槽で 手に入れたスライムボールをですね、ここにアイテムエレベーターで上に持ってきて、で、ここのチェストの中に貯めるというシステムをですね、作りました。で、ちょっと下の方見に行ってきますか。はい。で、ここですね。で、今まではここに全部貯めてたんですけど、これ回収しちゃおうかな。はい。で、今までここに貯めてたんですけど、これをですね、ここから、一旦ここに貯めて、その後にですね、こっち側に、ここら辺も回収しちゃおうか。はい。で、ここの、この中ですね、ちょっと見えないかな。来ないかな。あ、来た来た。ちょうどスライム来た。見えるかな。あ、こんな感じ。あ、こんな感じ。ここで手に入れたもの、例えば入れちゃいますけど、そしたら、ここから流れてきて、で、あそこの奥にですね、ドロッパーがついてまして、こんな、後ろにですね、あ、ミスった。あ、やばい。あ、違う。ミスった。ああ、もう、カイロ全部死んだじゃん、これ。マジャチーシも。ああ、もう余計なことを。ちょっとこれ復旧させますね。よし。はい、復旧しました。ですね、ここをですね、こんな感じの、ドロッパーからにアイテムが入ってきたら、で、ここで
アイテム検出してクロック回路でここにまた戻してやるみたいな感じの回路が組んでありまして、でここにですね、例えばアイテムが入ってくると、ほらこのこれガラス式のエレベーター、あのアイテムエレベーターっていうやつなんですけど、これがですね、まあ、これを使って上まで運んで、でですね、あ、てかこのなんかしないですけどね、まあバグなのか仕様なのかわかんないですけど、このガラスの中にアイテムをドロッパーでぶち込んでやると、そうするとですね、ガラスの中をアイテムが上に上がっていくっていう仕様があるんですね。なのでそれを使ってですね、こんな感じでアイテムのエレベーターを作ってあります。でこれが前回作ったものの1個目ですね。ここら辺はちょっと閉じてしまおう。よし、じゃあこれで1個目ですね。ちょっと上の方の様子も見ましょうか。ちょうどよくなんか流れてきてくれるといいんですけどね。ここのところで、でここでですね、で一度ここに上に上げてきたやつをですね、水流でこっち側に、ちょっとこっち側、ここでもよかったんですけど、ちょっと一旦こっち側で、まあこのガラスじゃないわ、氷式のアイテムコンベア、水流式のコンベアを作ってみたかったっていうだけで、こんな感じで作ってみました。でこれをですね、ここの上をアイテムが通るとですね、ものすごいスピードでこっち側に来るんですね。でここに溜まっていくっていう感じですね。でまあここで回収しきれなかったもの、まあ、この中がいっぱいになったら、でそしたらですね、もう勝手にここで5分経ってですね、アイテムが消えていくっていう仕組みになってます。なんでもう常にここに満杯で、アイテムはもう自動的にゴミ箱に入るみたいなシステムですね。まあゴミ箱、厳密にはゴミ箱じゃないんですけど、そんなシステムです。はい、という感じで、まずこれが1個目ですね。1個目の制作物、アイテムエレベーターですね。ガラス式のアイテムエレベーター作りました。はい、で次ですね、次なんですけど、実はここ、もうここ降りるときにカチカチ鳴っててすごいうるさかったんですけど、これ何が作られてるかっていうとですね、ちょっとここ掘ってみますか。あ、その前に安心のポーション持ってこれ多分暗いと思うんですよ、この中。あ、じゃあここは大丈夫かな。じゃあ一応安心のポーション持ってきますか。安心ポ。はい、で、まあ、ちょっと下に降りる前にこれですね、何が作ったかっていうとですね、このかまど、このかまどで今白樺の原木とかですね、あと、おっと、答えが見えちゃった。でこんな鉄鉱石とか今焼いてるんですけど、これの燃料、今までですね、木炭とか使ってたんですけど、それをですね、これカーペットにして、これ無限化してやろうという仕組みですね。でもうここにいっぱい溜まってるんですけど、ここ裏側にですね、ちょっとわかるかな、ここ掘って、ちょっと気をつけないと、またさっきの、もうこんな感じで今、ホッパーが裏からガバガバっと伸びてきてるんですけど、で、ここに入ってるんですけど、実はですね、これ裏側で、ここの奥側にですね、いろいろと装置が組まれてまして、ちょっと下行ってみますか。はい、でここの奥にですね、
ガチガチ鳴ってて、ガッシャンガッシャン、まあ、カチ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 ガッシャンガッシャン言ってるんですけど、これいっぱい出てきてますね。ちょっとこれこっち側からちょっと避けて掘っていくかな。これだと全部ここで漏れてきちゃうんで、アイテムエレベーターが、まあ、さっき紹介したアイテムエレベーターですねが、この奥に作ってあるんですけど、でこれなんでカーペットがこんなに大量に出てきてるのかっていうとですね、こいつこれですね、スライムブロックを使ったこのカーペット無限増殖器、まあ、これちょっとあれで終わっちゃうかもしれないんですけど、そのバージョンアップされたらもしかしたらなくなってしまうかもしれないんですけど、まあ、それまではですね、もうこれでもうガシャガシャやって、でここにですね、まあ、このカーペットって燃料になるので、これを使ってですね、ちょっとかまどをですね、無限動力っていうか無限燃料ですねに改造してみました。よいしょ、ここはちょっと、はい、閉めてちょっと上行きましょう。でさっきのところからもうカチカチ言ってたのは、あそこで、ドロッパから取ってきたやつを、まあ、上に上げているわけなんですけど、まあ、それでですね、これの奥に入ってきてるって感じですね。もうカーペットこれもう一生分、あ、ミスった一生分以上ありますからね。ここにこれ1個取ってももうガンガン流れてくるんで、はい、という感じで、これが、ですね、2個目ですね、無限燃料かまどですね、という感じでこういうの作ってました。はい、という感じですね。ちょっと今日薄味というかですね、もう何にも作業してないんですけど、あとここら辺ですね、ちょっといろいろと今いじってまして、ここ前に紹介したっけかな、前回の動画で、ここ実はですね、羽の仕分け装置になってまして、羽が仕分けされて、まあ、羽いらないんで、正直羽いらないんで、こっち側にもう直にゴミ箱流して、でここの奥、ここ行けて見えんのかな、あ、見えねえやちょっとどっかにあるんですけど、ここの奥にですね、自動ゴミ箱が入っていて、で、羽が流れてきたらもう、直にゴミ箱に流して捨てちゃうっていうようなシステムですね。で、ちょっとここの中にもう雑に溜めてるチェストとかのですね、アイテムとかも少しだけ整理してまして、ちょっとまだ映しきれてないんですけど、ちょっと一旦こっち側の下の方のですね、チェストに貯めてから、ちょっともう一回ここら辺少し作り直して整理していこうかなと思っております。あと何かやったっけかな、とりあえずそんなもんですかね。夜になっちゃった。はい、という感じでいかがだったでしょうか。もうちょっとですね、録画するときにですね、しっかり確認しないとダメですね。まあちょっとですね、まあ簡単に作ってる作業風景とかですね、後で別動画で、まとめてアップしたいと思います。ということで、本日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。